どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はソラチカカードの年会費の、ね、割引サービス、まあ、実質キャッシュバックサービスなんですけども、こちらが、ね、始まりましたので、今回、ね、こちらを徹底解説していきたいと思います。この動画でですね、ANA マイルを貯める上でですね、必須とも言われているソラチカカードの年会費割引、実質キャッシュバックが開始されましたので、こちらを紹介していきたいと思います。まあ、この ANA マイルを貯める上でというのは、まあ、基本的にはポイントサイトで ANA マイルを貯めている方に向けてという感じですかね。まあ、クレジットカード決済、普通に飛行機に乗って ANA マイルを貯めている方にはですね、このカードは別に必要じゃないということになりますので、基本的にはポイントサイトで ANA マイルを貯めている方向けということになります。それではですね、ソラチカカードの基本スペックについて、基本スペックと年会費の割引方法について紹介していきたいと思います。で、ソラチカカードの、ね、基本スペックですね。こちらは、年会費が初年度無料、2年目以降は2160円の年会費がかかります。国際ブランドは JCB、2019年ね、先月だったかな、年会費の割引サービス、実質キャッシュバックサービスがね、開始されました。で、継続ボーナーとして、クレジットカード更新時に、1000マイルのね、ANA マイルが付与されるということになります。で、年会費割引、実質キャッシュバックを受けるにはということなんですけども、この JCB のリーボ払いであるスマリボに登録、そして1年間に1度クレジットカードを利用すると、年会費がキャッシュバックされるというものです。年会費実質キャッシュバックを受けると、2160円の年会費が810円にまで下がりますので、まあこの ANA マイルをポイントサイトで貯めている方は、まあ、この2160円、ソラチカカードを維持する上での2160円は確実な経費となりますので、まあ、それが810円まで下がるということですね。これはですね、ポイントサイトで ANA マイルを貯めている方は本当におすすめとなっております。で、このクレジットカード1年間に1度の利用ということで、まあ、スマリボに登録するということはリボ払いになるということですよね。ですけども、年間に1度の利用は5000円までだったらリボ払いの手数料はかかりませんので、それ以下に、ね、していきたい、いただけたらなと思います。で、こちらのデメリットですね。スマリボ登録へのデメリットということで、まあ、先ほど言った通り、こちらはリボ払いの登録になって、利用額に対して初月からですね、金利がかかります。ですので、5000円までだったらリボ払い手数料かかりませんということですので、5000円以上利用すると、元も子もなくなるということですので、まあ、そこだけね、押さえていただけたらなと思います。でですね、ソラチカカードをメイン決済にされている方って多分、いると思うんですよね。その ANA マイルを貯める上で、ポイントサイトの利用もしているけど、メインカードとしてね、ソラチカカードを利用してされている方もいると思うんですよね。そういう方は基本的にお勧めできません。このスマリボで、年会費のキャッシュバックを受けるぐらいだったら、こちらね、登録しないでそのまま利用していくことをお勧めします。まあ、それはもう分かっている通りですよね。金利がどん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 増え続けますので、5000円以上いくとどん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 増えますので、元も子もなくなりますので、メインカードにされている方は利用されないことをお勧めします。それではまとめです。ANA マイルをポイントサイトで貯めている方は特にお勧めです。2160円の年会費が810円にまで値下がりするということですので、今ね、貯めている方はぜひ登録をお勧めしております。で、年間に一度の利用でキャッシュバックを、受けられますので、スマリボの登録と。ですので、5000円までの間でね、年間一度利用されていることをお勧めします。で、最後にソラチカカードをメインカードにされている方は、先ほども言った通り、どんどん金利が増えていくだけですので、おすすめしております。基本的には、5000以下のね、利用で抑えられる方という方におすすめとなっております。
いかがだったでしょうか。今回は ANA マイラポイントサイトで ANA マイラを貯めている方にですね、おすすめ、必須ともいえるこのソラチカカード、こちらの年会費割引について、紹介させていただきましたけども、私もねこちら登録して、年会費で、ね、割引を受けたいと思いますので、ぜひね皆様も、登録利用されてみてはいかがでしょうか。もしね分かんないことがありましたら、コメント欄に書いていただければ分かる範囲で答えさせていただきますので、じゃんじゃんねコメントしていただけたらなと思います。今回の動画が役に立った方はチャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。